どうも、マサヤングの独り言チャンネルにようこそということで、今回はですね、結局ジャズコーラスをうまく使える人が日本では最強というお話をしていきたいと思います。このチャンネルではよく言っておりますけども、アンプシミュレーターとパワードスピーカー、この組み合わせが、家練習においてはめちゃめちゃ良い組み合わせじゃないかなというのが最近の僕の、結論でございます。そのパワードスピーカーを使うことによって、アンプシミュレーターのそのね、キャビネットシミもう開発陣がね、苦労して作ってるキャビネットシミュレーターとか、アンプシミュレーターの部分を遺憾なく、そのね、発揮する、ものだと思いますんで、便利ですし、で、しかも音量の調節がね、すごく容易。ちっちゃい音にしてもそんなに変な音にならないし、っていうところがね、実機のアンプよりも勝る、真空管アンプよりも良いところじゃないかなというふうに思います。もちろん真空管アンプは真空管アンプでいい音なんですよ。でもいい音ですけど、そこそこの音量で鳴らさないと、やっぱりいい音にならないので、住宅環境とか選ぶなっていうところで、万人にお勧めできるのはこのパードスピーカーとアンプシミュレーターの組み合わせなんですが、これがですね、ライブになってくると、ちょっとそうはいかなくなるんですね。ライブになってくると、その自分の弾いた音をモニターする、聞かなければならないわけですよ。で、まあ、これもね、前の動画で言いましたけども、FR、FR スピーカー、フラットレンジ、フラットレスポンス。だ癖のない、スピーカーを用意して、で、それに、まあ、繋いで、で、まあ、その PA の卓にも行くみたいな流れを考案しましたけど、結局それって、そのアンプシミュレーターの、なんて言ったらいいかな、利点を潰してるような感じもするんですね。結局そのアンプシミュレーターを使うメリットって荷物が減るとか、僕のね、その機材のモットーとしては安い、小さい、軽いっていう ところなんで、せっかくアンプシミュレーターでそのアンプがね、このちっちゃいね、これぐらいちっちゃくなった、ドリーム65みたいにね、ちっちゃくなったはずなのに、その FR、FR スピーカーみたいなね、フラットのスピーカーを持っていかなければならなければならないのであれば、まあこういうね、トーンマスターのプリンストンリバーブとかそういうアンプ持ってった方が結局いいんじゃないかなっていうふうに思いました。ね、真空管アンプ持ってった方が、それはね、大きい音を出せますからライブでは、真空管アンプとか持ってった方が結果、ね、どうせ持っていくんやったらいいっていうことで、結局そのアンプシミュレーターの良さっていうのは家の練習でしか使えないのかなっていうところが、うーんっていうところなんですよ。で、その荷物を減らすって考えた時に、どういう方法があるかなって考えたら、その、ライブをする現場にすでにあるものを使うことが、やっぱりその最良の方法だと思うんですね。タイトルにもなってますけども、ジャズコーラス JC は、どこのね、ライブするところにもほぼ日本ではありますので、それをうまく使うことが結局いいのかなっていうふうに思ったりもします。で、やっぱりね、その、JC、ジャズコーラスはジャズコーラスで、その全くその癖のついてないアンプではない。少ないところはあると思うんですけど、やっぱりそのジャズコーラスっぽさっていうのはありますんで、やっぱりその完全にアンプシミュレーターとめちゃめちゃ相性がいいかって言ったらそうでもないですよね。ライブはそのジャズコーラスに向けて、なんかペダルボードをね、ジャズコーラスでいい音鳴らすようにペダルボードを組むとかっていう風にな流れにしなければならないのかなって思ったりもします。でもそうするとなんかこの家でせっかくね、このね、アンプシミュレーターでその作った音とかが全く使えないっていう風になってくると、なんかすごくもったいないなっていう気がします。で、僕この問題にぶち当たってですね、あるワードをね、YouTube で検索する癖をね、最近つけてるんですけど、ノーアンプって検索したら、結構海外とかの YouTube やってる、そのね、人で、ノーアンプを主張してる人が結構いるんですよね。本当にシミュレーターでいいやんっていうみたいな話。で、そのジャズ系の人とか、の話では、ジョーパスはもう本当に DI にもそのまま、もう僕はアンプなんていらないよ、 DI にそのままさせたらいいよっていう感じでアンプなしでやってたみたいな、ジョーパスはっていう話もあるぐらい、そのノーアンプ化がね、まあ、ジョーパスのそのシミュレーターとかは別の話ですけど、シミュレーターの機能が上がってるので結構ノーアンプ派が多いなっていう印象です。そういう感じで、そのノーアンプ派か、もうアンプなんていらないよっていう人で、そのギグがある日、ライブがある日に、その僕の車の中を紹介するよみたいな動画がありまして、でその紹介動画見たらですね、PA の機材一式を持ってってるんですね。 PA 屋さんみたいな感じなんですよ。だからアメリカのそういう事情はよくわかんないんですけど、僕が経験してるようなそのライブハウスでないようなライブで言うと、間に PA 屋さんが入って
って、で、PA 屋さんからそのお声がかかる演奏をしてくれませんかみたいな。っていう流れが多いんですよ。だから機材的にはそのスピーカーとかね、ミキサーとかっていうのは PA 屋さんが持ってきてやることが多いんですけど、そのアメリカ多分事情が違う、アメリカかどうかわかんないですけど、イギリスかもしれないですけど、事情が違うっぽくて、その多分そのミュージシャンに直で連絡が行って、で、だからミュージシャンがその機材を全部構えてるというような状態になってるっぽいんですよね。今僕はそのアンプシミュレーターをうまく使って荷物減らしたい、でもその FRFR スピーカーがいるとかっていうレベルの話をしてるんですけど、その海外の人とかはもうその PA 一式持ってった上でアンプシミュレーター使ってるんで、それはね、その FRFR スピーカー的なもの、まあ普通のモニタースピーカーとかでもいいですよね、とか自由に組めるので、そういう悩みに行き着かないのかなっていうふうに思います。だから結局ね、そのアンプシミュレーターをうまくライブで使う方法っていう答えが、いろいろ検索したりとか、本当にノーアンプとかで検索したりとか、普通にウェブページ、Google とかでブログとか検索しても、いい方法って一個も出てこないんですよ。もちろんその PA 卓に挿して、すごいリアルな音を出すっていうことを言う人はめっちゃいるんですけど、じゃあモニターはっていう壁に必ずぶち当たるんですね。で、そのモニター問題を誰もね、答えを書いてくれてないんですね。だから結構その辺迷ってしまうんですけども、皆様どう思われますかっていう感じですね。はい。で、まあそのライブをどこでやるのかっていう問題もありますよね。普通にね、まあ機材持ち寄ってなんか外でやるとかね、だったりするライブがあったりとか、ガッチリ、ね、ライブハウスでいろんな機材があるところでやるとかっていういろんなシチュエーションがあると思うので、シチュエーションシチュエーションで使い分けていくのが一番いいかなとは思うんですけども、にしても PA 屋さんとかがね、機材持ってきてくれるにしても、やっぱりジャズコーラスを持ってくる人が多いんですよね。デラリバとかね、ツインリバーブとか、マーシャルもないかな、あんまり。やっぱりなんだかんだ言って JC を持ってくる人が多いので、JC、ジャズコーラスをやっぱりうまく攻略するところを見つけないといけないなというふうな、感じに思っております。だからそのジャズコーラス使うとね、やっぱりそのアンプシミュレーターのその良さがね、完全に活かせないっていうところが、なんとも悩ましいところではあるんですけども、引き続きいろいろ考え、このことをね、考えながら皆さんと、ね、お話ししていきたいと思います。なんか、いい案あるよっていう方は、ぜひコメント欄に書いてみてください。で、まあ、こんな雑談をですね、LINE のオープンチャットで皆さんとこうね、雑談しておりますので、興味ある方は下の概要欄からチェックしてみてください。では、今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。